こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。アメリカ初日です。この動画が上がる頃はこっちは朝の6時です。無事に僕は着いているんでしょうか。荷物は盗まれていないか。お金をぼったくられていないか。海外に行くと大体羽交い締めにされるから怖いですよね。帰ってきたらすぐにダイエットをサディークにお願いして、その模様を企画としてやっていくので、興味ある方の方が少ないかもしれませんが、今しばらくお待ちください。最近何かと話題を呼んでいたロニー・コールマン、ミスターオリンピアで8回優勝し、多くのボディービルダーの目標として今も君臨し続けているボディービルの王。フレックス・ルイスもロニー・コールマンを一番尊敬しているボディービルダーとして挙げていたり、他にも数多くのオリンピアチャンピオンが尊敬しているのを見ると、何をロニーが言ったとしても、どんな状態になってもロニー・コールマンは一生雲の上に居続ける偉大な存在なんだろうなと認識させられるわけですが、そんなロニーが再び病院のベッドの上にいることをインスタグラムにて報告しました。ロニー・コールマンは背中の手術を何回も受けたりと、僕が知る中では最も手術している回数が多いボディービルダーの一人です。多くのファンが昔行っていたヘビーウェイトを用いたトレーニングなど、非常にハードなトレーニング、そして食事など、ボディービルに捧げた時間の代償だと言っていますが、僕もまあそうだとは思います。ヒーローほど裏ですごい数の怪我をしている、オールマイトが裏ではすごい体調悪かったのと同じですね。最近はまたトレーニングの映像をたくさん上げたり、エキスポに行ってファンと交流したりと元気な姿を見せていたロニーでしたが、定期的な病院での検査にて X 線を腰かなで取ったらしいんですけど、その結果があまり良くなかったみたいで、すぐに手術する必要があったそうです。詳しい病状などの詳細は発表していないので詳しくは分かりませんが、右の腰の手術は難しいものではなかったらしく、無事に成功、今は回復を待っている状態みたい。また長く入院が必要、リハビリが必要というわけでは今のところないみたいなので、ひとまず安心ですが、フレックス・ウィラーが足を失ったりと、一時代を築いたボディービルダーがこういった怪我や病気を患っていくのは少なからずショックですね。と言ったところで続報です。手術が終わったロニーは心配しているファンに向けて、エクストリームフィットネスのビッグ J と一緒にいる写真をあげましたが、ロニー曰く4週間から6週間で回復するみたいで、その後はすぐにジムに戻りトレーニングを再開するとのこと。大事にならずに済んでよかったです。ということで今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。もし気大楽感じいただけたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様からの温かいコメント、高評価、応援、いつも本当ありがとうございます。ということでまた日曜日にお会いいたしましょう。ではバイチャー。